はい、たけし農場です。さつまいも福村先の移植2回目になります。まず苗取ります。ちょっと草伸びちゃいました。はい、1回目同様ね、5節、4節から5節で撮っていきます。動画の方はね、1回中断します。はい、じゃあね、撮り終わりましたのでね、植えていきます。まあ、やり方はね、前回と同じです。30センチ間隔で、10センチぐらい掘ってね、縦に植えていきます。ちょうどね、この辺が土手になって見にくいと思うんですけどね、全体と同じですので、はい、まず30センチ取ります。はい、穴をね、10センチぐらい開けます。はい、で縦に植えて、はい、あと土を戻すと。はい、この連続になりますね。多分この辺までしか映らないと思うんですけどね。はい、縦に植えて終了です。はい、じゃあ動画の方はね、一回止めます。はい、苗をね、取った分は植え終わりました。ですぐ水かけてやらないとしおれてしまいますので、とりあえず取った分、全部一回水をかけます。完成です。
はい、完成終了です。で、奥の方がね、もうちょっと植わるので、もう12時になってしまったんで、ご飯を食べて午後もね、もうちょっとやりたいと思います。はい、動画の方はね、これで終了になります。午後の追加の分はまた後日アップします。はい、さつまいもの移植終了しました。あと5株で1列になるんですけどね、苗がありません。この次になります。はい、お付き合いありがとうございました。